アノの山岸真由です。本日はお越しいただき誠にありがとうございました。私の大好きなドビュッシーのイマージュ1巻2巻全曲を、温かなお客様、そして素敵なこの幻想的な空間の中で演奏できて共有できてとても嬉しかったです。今後はですね、ドビュッシーさらに引き深めたいっていうのもあるんですけど、あとはバッハを取り上げていきたいなと思っております。またよろしくお願いします。第3曲、リズム本来の単調さを固執熱中しながらも、一つのリズムによって音楽の特徴である運動性と感覚を表している。